はいどうもチョビツキーズのしゅんすけです。今日もチョビツクケンドン A かいということで始まりました、チョビフトバンフォーレコフ勝手にレポート。本日の試合はですね、今回も遅ればせながらなんですが、第34節9月3日の土曜日に行われました徳島ボルティス戦ですね。ポカリセット戦、まあ、正式名称はナルト、ナルトスポ大塚スポーツ、だっけ、ですけど、ちょっと長かったのでちょっとここ省略させてもらいましたけど、まあアウェイでのゲームでしたね。正式名称はナルト大塚スポーツパークポカリスエットスタジアムということですけど、ちょっと長かったんで省略させてもらいました。こちらの試合スコアがですね、2対0で、まあ完封にもきっちり複数失点してきっちり1点も取れなかったっていうね、試合でしたね。でそのチーム評価なんですけど、まあ5点ですかね。スコアからもまあ2点取られて1点も取れてないっていうところではありますけど、内容はねそのすごく押されてたってわけではない、ずっと押されてたってわけない、チャンスいっぱいあったんだけどもね、やっぱり失点シーンとかを見るとね、やっぱりこう課題が全然クリアできてないような失点の仕方だったかなと個人的には思ったりもするので、まあ、ちょっとまあ時間的に言うとね、押されてた時間はそんなに多くないんだけど、もうしっかりきっちりやられたっていうねところだったんで、ちょっと評価厳しめなのかなという感じです。まあ、詳しい内容はこの後、話をしたいと思います。はい、ということで、まずシステムスタメンからですね。スタメンこんな感じでした。まあ、ジェティリオ選手がいきなりスタメンだと。これまで1試合途中から1分か2分しか出場してないんですけど、いきなりスタメンだったと。まあ、この理由に関して吉田監督は、まあ、何かこう、何かしてくれるんじゃないかっていう期待を込めてって感じでしたけどもね。で、あとは山田選手が、出られないっていうところだったので、まあ、累積でね、出られないっていうことだったので、松本選手が入ってるよと。いうことで、あとここあれだ、岡西選手ね、川田選手ね、川田選手が戻ってきたよっていう、筋肉系のねトラブルだったみたいですけど、まあ、戻ってこれたっていうところでしたかね。ただこのそうジェトリオはこの間の学院戦、山梨学院との練習試合で1ゴール1アシストしてるよっていうところで、まあ相手が学院とはいえ、プロではないとはいえ、一応そういう調子がいいっていうところも含めてでしょうけどね。で、徳島はですね、まあ、7試合ずっと引き分けだったんですけど、連続で引き分けだったのかな。前節、8試合ぶりかに勝ってるんですよね。だから、ずっと引き分けが続いてて、次、負けるか勝つかがすごい大事なところで、徳島は勝って調子に乗っているっていう、調子に乗ってるって言い方はまた日本語難しいけど、まあ、調子が上がっている、調子ないい波に乗りかけているっていうね。徳島のチーム状況だということ。あとベンチにね、三浦早田選手、早田だよね、確か。実況の人、三浦颯太って言ってたけど、確か俺のと、ね、ちょっとちゃんと調べてないけど、確か俺の記憶だと早田だった気がする。あ、早田なんだってちょっと思った印象があったんだよな。違う選手かな、分かんないけど、まあ、でも三浦選手がベンチ入りしたっていうところで、で前半ですね、まあ、甲府は立ち上がりからかなり激しく積極的にいってる。様子は見れました。いつもちょっとこう受けに回るというか、あまり立ち上がりから積極性見れない中で、今日甲府は積極的に立ち上がりから行ってるなっていう印象を受けました。でジェトリオ選手もね、かなり守備も前線から立ち上がりからそうですけど守備をしていたね。で5分、立ち上がり5分ですね、ロングフィードに、まあ、3列目がついてこれなかった。相手のまあ最終ラインからのロングフィードですよね。 1,2,3 列目だから、ここら辺ね、中盤ですね、がついてこれなかったので、で弾かれたところを拾われてシュートまで行っちゃうんですよね。ここで弾いたところを、まあ、拾われてシュートまで行かれてしまう。だからここ、まあ、守備時は5バックになるのでこういう感じになりますけど、で、5-4-7、まあ、これ3列目っていうか2列目だけどね。だからここがね、ちょっと戻りが遅れて、なんかやっぱりここにスペースができちゃうんだよね、甲府はね。
でここもできる分やっぱロングフィード、まあ、やっぱ前からはめに行くからね、こうジェトリオ選手が一定で中盤4枚もちょっと高めにこうプレスかけるわけやね。で最終ラインだから、まあ、ラインが低すぎるってわけじゃないんだけど、でここにロングボール入れられると、あお、センターバックがいっちゃった。ロングボール入れられてこう弾いたところでまた相手の方がこの間にポジション取ってたんで、結局拾われて二次攻撃されるっていうシーンが結構、まあ、立ち上がりから目立ったと。で、まあ、ただ6分ボールは甲府が握り出したかなっていう時間帯だったんですが、結局その後8分徳島がボールを握って、まあ、右からクロスまで行かれたシーンがありました。でこれは杉村選手がボランチの間でボールを受けたんですよね。杉村選手右ウィングですけどが、まあ、こう入れ替わってるのかな、場所がこのね、うちのボランチの間ですよね、ここの間でボールを受けたんですよね。こういう感じなんだろうな、ちょっと ちゃんと明白にシーンは覚えてないけど、こういう感じで、まあ、間で受けたこのボランチ、そうすることでもう前向けるので、前向いてプレーするとね、もう甲府は下がってもう行くしかない、5点に回るので、やっぱこの間を通されたっていうところから、で一気に右で崩されてクロスまで行かれたシーンがあって、まあやっぱり甲府、まあここはね、まあどのチームも狙ってくるんだろうけど、ボランチの間、あとはシャドウとボランチの間、ここだよね、石川選手、長谷川選手の間、松本選手と取り替え選手、ここの間はだいぶ使われていたっていうところですね。これがまあ失点シーンもここ使われてになるんですけど、ここの間と、まあ中盤と最終ラインの間、このスペース、ここだいぶ結局使われての失点でした。で、9分にジェットリオ選手が裏をついたシーンがあったんだけど、まあ惜しくも通らずってとこだったんだけど、裏を狙う意識もね、甲府はかなり今日もあってよかったかなと。で12分、徳島がボールを持ちつつ、まあサイドバックが上がったところか、まあ西矢選手の裏をついてくるか、西矢選手左ウィングの選手ですけど、まあこの左ウィングの西矢選手の裏か、まあサイドバックが上がったところですよね。この西矢選手が中絞ってサイドバックが上がったところ、ここをロングボールで狙ってくるっていうシーンが多く見受けられました。で甲府はね、16分、甲府は結構ミドルシュート狙ってるしか、松本選手もそうだけどもね、まあ他の選手、長谷川選手とかもだったかな、ちょっとミドルを狙ってる意識がいつもに比べて高かったのかななんていう印象を受けました。ただ19分に失点してしまったということで、まあこの失点のシーンなんですけども、これってかこれそもそも逆だよね。で、失点のシーンですね。これね、まずボールをね奪われたシーンから問題があって、まあ基本的に今日甲府はずっとそうだったけど、ボール奪う位置が低かったんだよね。甲府はね、やっぱり高い位置でボール奪いたいんだけども、まあ高い位置にね、甲府がボールを運んだ時がですね、まあ、なかなかね、こううまくボールを、まあ、運べなかったというか、ちょっと待って、こんな感じかな、相手のフォーメーション的に言うと。で、まあ、まず奪われたシーンね、奪ったシーンか、まあ、相手が深くまで行って奪ったんだけど、まあ、本来ここもね、やっぱ深い位置でボール奪っちゃうと、相手は前がかりに人数かけてる。まあ、ここでね、奪ったところで、またすぐにプレス受けて、危ないってことでクリアするしかないっていう状況が生まれるんですね。でも高い位置で奪えれば、甲府も前に人数かけてるんで、そのままやっぱりショートカウンターいけるんですよね。ただ、なかなかね、高い位置で奪えず、まあこの中盤4枚も高い位置で奪おうというね、気持ちはやっぱり見えたんだけど、ただ、この4枚が上がって前線前目で守備することによって、最終ラインと中盤の間が空いてしまう。まあ、それによって、最終ラインも一緒についてくればいいんだけど、まあライン上げすぎると今度裏を、やっぱ相手裏狙ってきてたので、杉森選手、西矢選手がね。なので、ちょっとライン上げすぎるのも怖いという状況が続いて、うまくここ、中盤とセンターバック最終ラインの間をスペースを、まあ、作らされたっていう言い方も正しいのかもしれない、相手にうまくね。でその失点シーンはこの最終ラインでボールを一応奪えたんだけど、結局ね、まあ、マンション選手が奪った後、まあ、ボールがね、マンション選手が持った時に、まあ、横フリーだった荒木選手に流したんですね。で、まあ、こういう状況だったかな、こういう状況だった。あ、荒木選手がボール持った時に荒木選手に1人もちろん相手は来ますよと。で、まあ、出したマンシャ選手に対しても1人マークがいました。で横でサポートに行った石川選手にも1人マークがいました。そうするともうここクリアするしかないんですよ。結局やっぱり奪った位置が最終ライン低い位置だったんでね、すぐに囲まれてしまって、
ただでここでまあ裏蹴るのはいいんだけど、ボールロングボール蹴るのはいいんだけど、長谷川選手はねこれ裏を狙ってたんでね、おそらくねこのエウシーニョ選手とセンターバックの間、こう裏を狙ってたんだけど、長谷川あ荒木選手、出し手の荒木選手は長谷川選手の足元に出したんだよね。それが合わなくて長谷川エウシーニョ選手にここインターセプトして奪われてしまった。でここからの失点でした。奪われた後にまあエウシーニョ選手はまあ最終ラインでねまたボール落ち着かせて、ボール回ししてたんだけど、でまあここでカカ選手がねボールを持った時にまあ鳥海選手が行ったんだけど、ちょっとスリップしてこうかわされて中向かれました。で中向かれた時にこっちまあここでね中盤が今度長谷川選手はこう中に絞って守備して いたんですよ。おでまあカカ選手からこうエウシーニョ選手、あここであれだ、相手のアンカー、ワンアンカーですね、白井選手にボールが出てね、まあ白井選手が前向いた時に、その瞬間ね、あの右ウィングの杉森選手がここ荒木選手と真下選手の間ダイアゴナルで走ったんですよね、斜めに裏にね。だから荒木選手はもちろんそれに当然ついてきますよね。でそこで荒木選手が引っ張られたらここにスペースができましたと。でエウシーニョ選手がそこに入って、白井選手はエウシーニョ選手にパス出した。でここでね、まあ俺は長谷川選手がスライドすればよかったんじゃないかなって一番はね。ただここで荒木選手が一回こっち、まあ裏来なかったんで、こっちを諦めてこっちにプレスにすぐ切り替えていったんですよ。でエウシーニョ選手はまあ無理せずちょっとね、荒木選手が強く来たんで、まあ、ちょっと横向いたんで、ちょっとこうベクトルがね前にトラップしたんだけど、荒木選手がプレスかけたことで、ね、ちょっと後ろ目になった。それを見て荒木選手はオッケーオッケーっつって自分のポジションに戻ろうとしたんですよ。これも問題だったかな、中途半端だった。もっと追いかけ回してバックパスをさせるまで行ったら戻っていいけど、エウシーニョ選手が横向いた、後ろ向いた、あじゃあいいやって言って戻っちゃったんですよ。その戻ったことによってエウシーニョ選手はもう一回ちょっと横に持ち出して前にプレーできる状態作られたんですね。で戻ってる間にさっき裏を狙った杉森選手はポジショニングを戻して、荒木選手の裏にポジションを取ってるわけでしょ。でここに通ったわけですよだからこの状況でもマーシャ選手はこの2人を見なきゃいけないわけですよね。もしくは荒木選手がこれ行った時に長谷川選手がこっちをカバーすればよかったのか、まあ、長谷川選手なのか石川選手なのか分からんけど、荒木選手がここ行くならこの2人どっちかがこっちカバーしないと、マーシャ選手はこのワントップの相手のね選手、ワントップの選手、一味選手かと、これ、杉森選手、2人見なきゃいけない状況になっちゃって、でもしくまたは荒木選手がやりきるね、ここしっかりもうプレス激しくかけて、もうバックパスさせるとかまでしないといけなかったよね。ここで中途半端に追って、後ろ向いたからいいやって、こうあと戻るなら全力で戻るかだけど、ちょっとこうポジション自分の方にちょっとジョギング的な感じで戻ろうとしてたら、もうエウシーニョ選手前向かれて、この裏にポジション変更っていうかポジションをね取り直してた杉森選手と裏に出されて、ここから決められたってわけなんで、まあ全てが中途半端だったというか、連携がなってなかったシーンではあったのかなっていうところだよね。だから荒木選手がここに行くんであれば、最終ラインまたはがスライドする、または、石川選手、長谷川選手がここの杉森選手をカバーするってしなければいけないし、荒木選手が行かない、しっかりここでマークし続けるんであれば、長谷川ここにエウシーニョ選手入ったところを長谷川選手が行かなきゃいけないし、ちょっとここの一瞬の判断がちょっと選手 こっちの、ね、荒木選手、長谷川選手、石川選手、この辺りの選手にちょっとばらつきがあったんだろうね、考えに、きっとね、守備の考えね、その隙を狙われまして、しっかりやられましたよっていうところなんですよ。やっぱりタレントいい選手が揃ってるチームっていうのはね、こういう隙をついてくるので、やっぱりこっちの一瞬のその考えのばらつきというか、でやっぱここはうまく、だいぶうまくやられたよね。やっぱうまい、強いなって思った、この瞬間その隙をしっかりついてくるところは。で、まあもう根本に戻ると、やっぱりボール奪う位置が良くなかった、まあ、良くなかったっていうか、まあそういう時間帯であれば明確にクリアするかだけど、荒木選手は長谷川選手の足元に出して、長谷川選手は裏で欲しかったっていう、そこのズレもあったし、やっぱり立ち上がり、19分まで20分ってところでね、こうまだうまく入りきれてなかったのかな、まあ、立ち上がりでも20分経ってればね、そこはしっかりして欲しかったなっていう気持ちはありますけど、まあそういったところがあったのかなと。
で21分ちょっと 裏を取られすぎかなっていうのはね、私の印象としてありました。で25分、甲府がまあボール奪ってもやっぱ徳島のトランジションがすごく速くて、まあボールうまくやっぱりつなげないか、まあなんとか右サイドから、仕掛けてコーナーを獲得した。なんとかね、この時間帯長25分ぐらいこう右サイドでまあ綺麗な崩しとはいないけどね、なんとかこ う深い位置までボール持ってって、でコーナーを取ったっていうシーンもありましたけど、まあまあ本当なんとかっていうイメージでしたかね、この時間帯はね。で31分、徳島に縦パスを入れさせてもいないし、まあ入れさせた時にはしっかりインターセプトして攻撃に切り替わってはいるんですけど、結局シュートまで持っていけないっていうシーンも続いてました。で36分、長谷川選手が引いてゲームメイクしながら、まあ、長谷川選手シャドウの選手ですけど、まあ、ボランチ、まあ、センターバックの前ぐらいまで引いてゲームメイクにこう、まあ、混ざってやっていたんですよ。でそれでうまく攻撃がねちょっと噛み合ってきたかなっていうところではありました。長谷川選手が、まあ、降りてきてゲームメイクすることによってちょっとボールがつながったりし始めていたので、あ、これはいい傾向にあるんじゃないかなとは思っていたんですが、結局シュートまではいけてないって状況だったね、ここもね。で40分にこれまた失点しますね。でこれがねやっぱねボランチの間を使われたわけですけど、まあ、ボランチの間もそうなんですけど、やっぱりボランチとシャドウの間にもよく通される、これが良くないっていうか、まあ、相手のシステム上ねこの中盤の3枚ですよね、 4-3-3 の、まあ、児玉選手とこれ白井選手と児玉選手とあと誰でしたっけ、あの中盤の選手ね、こうインサイドハーフね、ちょごめんなさい名前忘れましたけど、まあ、ここがやっぱり鳥海選手松本選手の間を取ったり、まあ、長谷川選手石川選手の間を取ったりってことが結構あったので、やっぱポジションをね、だからまあ、そこがやっぱり良くなかったかなと、いうところではあるんですが、まあじゃあこのまた2失点目、のシーンをね、まあ、ちょっと振り返っていきたいと思うんですけど、まずボール奪われたシーンですね。まあ、一応甲府はまあ、ここもね、まあ、深い位置じゃ深い位置でボール奪ったんだよね。鳥海選手深い位置で持って、まあ、鳥海選手だったらまあここの辺で奪って、まあ、最終ラインからっていうところではあったんだけど、これ奪った後に、あ、違ったの、奪った後に、まあ、すぐロングボールかな。やっぱり深い位置で奪うとね、その繋いでいくっていうことがなかなか、まあ、できなかったので、ボール奪ってすぐロングボール、まあ、クリア、ロングボールというかもうクリアだよね。であわよくばジェトゥリオ選手に収まればいいかなっていう状況だったので、これがジェトゥリオ選手に結局このシーンで失点シーンで言うと収まらなくて、で相手に結局またボールを奪われてしまったんですよね。でそこからになるんですよ。だからこれも結局奪う位置が深かったからうまくつなげず、また相手に二次攻撃三次攻撃再三攻撃をずっと食らい続けるという状況が続いてしまっていたんだけど、まあ、ジェトゥリオ選手にロングボールつながらなくて相手に拾われました。でここで、まあそうだ、杉本選手か、杉本選手こっちね、杉本インサイドハーフ、杉本選手が鳥海選手と松本選手の間で、まあ、ちょっと中盤もちょっとね、まあ、あ、これあれだ、相手の、まあ、ハーフェラインよりこっち側ぐらいだったね、多分こちょっとハーフェライン超えてたぐらいで、まあ、この相手のカカ選手かな、これもだったかな、に対してこう鳥海選手と、ね、松本選手徐々にこう規制かけてたんだけど、やっぱりこの間ですよね、松本選手ボランチと、シャドウの間、ここ通されました。で杉本選手が前を向きましたと。でこれもちょっと中絞り気味だったのかな。でここで入れられた時に、まあ鳥海選手、松本選手は戻ったんだけど、まあそれもちょっと追いつかずで、左の西矢選手に出されてね。でここですよね、結局西矢選手がドリブルで持ち上がって、でその間に
このちょっと前めにプレスかけてた松本選手取り返しでちょっと戻りも遅くて、やっぱりここのスペースを突かれたよね。中盤と最終ラインの間にできたスペースに西田選手は切り込んで、で巻いてシュートを決められたので、まあやっぱ甲府は相手の最終ラインに対して、まあ、ボランチとかサッシャドウが行く分、センターバックもしっかりそれについていってラインを上げないと、やっぱりここのセンターバックと中盤のスペースが空いちゃうので、そこ使われるよね。できっちり使われたよね。でこの間でね、やっぱ相手のインサイドハーフが本当に児玉選手、杉本選手が再三いいポジション取ってたっていうか、この間でめちゃめちゃ受けてた。やっぱシステム的にね、ちょうどうちのこの4枚のこの松本選手、取り返しの間、長谷川選手、石川選手の間に受けれるようなタイミングが多かったので、再三ここやっぱり使われてたんですよ。で、そこ使われて、また結局切り込まれて、で、やっぱここのスペースも空いて、だからもう本当に最初から言ってるように、この中盤4枚の間、そして中盤と最終ラインの間をめちゃめちゃ甲府使われるっていうね。そこをきっちり今日もやられてしまいましたよっていう2失点目もね、シーンでした。ねえ、まあ、43分、シュートはちょっとだんだん打てるようになってきたけど、結局枠捉えないっていうシーンがね、多くて、まあ、前半の印象で言うと、まあ、守備に関してはね、やっぱり中盤の間をね、通されて、そこで受けた選手に前を向かれてるっていうのがやっぱ問題だったのかなと。そうするとやっぱ後手になるのでね。ただ攻撃は、まあ、選手間の距離が遠いっていうのと、まあ、なかなか縦パスね、が入れられないっていうので、うまくつなげないシーンも多くて、で、あとマンシャ選手がね、いつも縦パスをね、入れれる選手ではあるんだけど、今日全然縦パスがなかった。やっぱそれ、縦パス入れられないのは、まあ、前線の動きがないからなのか、まあ、ちょっとこれ画面外だからわからないですけど、または徳島のね、しっかり守備がうまいのか、まあ、いずれにせよ、まあ、後半は工夫が必要なのかなっていうところですよね。まあ、ただ長谷川選手が降りてきてビルドアップに参加してた時間帯っていうのが、結構うまく周りを使って前を向けていたんですよね。長谷川選手が周りとうまく連携しながら、結果長谷川選手が前向いてドリブルをできるっていうシーンが何度かあったんですね。で、あとは、まあ、サイドからのダイレクトパスで鳥海選手とかジェットリオ選手に入ることがあったので、まあ、サイドからのビルドアップ崩しっていうところも、まあ、ワンチャン可能性はあったのかなという前半でした。で、後半、ジェトゥリオ選手と関口選手を下げて、まあ、三浦選手と三平選手投入と、まあ、前半で2点ビハインドですからね、そこは、やっぱ仕掛けていかなきゃいけないっていうところでね。で、三浦選手が左に入って荒木選手が右に移動しましたね、あれね。で、46分です。もう立ち上がりすぐですね、松本選手からのダイレクトで三平選手裏に抜けて、で、まあ、カカ選手のちょっとね、ボール処理のミスもあって、三平選手がね、抜け出して落ち着いて、で、キーパーの横からドリブルで駆け上がってたんだけど、バックパスというかね、落ち着いてフリーの鳥海選手に出したんだけど、まあ、鳥海選手のね、シュートが置きに行きすぎたというか、まあ、相手のディフェンダーに阻まれましたけど、いきなりチャンスを作って、やはりスーパーサブ三平か、スーパーサブ三平かっていうね、風にね、やっぱ三平選手はね、スーパーサブとして今流れを変えれる選手だ、貴重な選手なんでね、これがもう、今日も来るかっていうシーンではあったんですが、53分、三浦選手がかなり仕掛ける姿勢があっていいなと。まあ仕掛ける、どんどん仕掛けろって言われたら、いや、すごい推進力ね、あるね、三浦選手。俺今シーズン、まあ、開幕から何試合か出てるけど、初めてあんなに推進力ある三浦選手見たね。あれはいいや、こりゃいい選手だわって思った。で、59分、甲府の前からのプレスがはまってかなり勢い出てきたかなと。で、60分、後半入ってシュートもすでに4本、もう前半と同じぐらい打ってたんだよね、ここで、始まって15分で、もう4本打っていたっていうところでしたね。で、まあ、守備の強度もあって、ピンチも少ない。で、70分、まあ、ただエリア内には、まではボール運べてるんだけど、まあ、なかなか決まらないっていう展開。まあ、あと一歩っていうところがずっと歯がゆい時間帯が続いて、まあ、久しぶりだよね、この状況の甲府はね。で、これだって試合後のインタビューで、確か試合後のインタビュー、吉田監督も言ってたもんね、こう、今日の試合は、まあ、あれだけチャンス作って決められないっていうのは、やっぱり、我々が今シーズン何度も経験してきた試合だみたいなこと言ってたけど、まさにそう、久しぶりでした、なんか、ただこの感覚が。で、80分、まあ、65分ぐらいからですかね、鳥海選手がちょっとキープできなくなってきてる。まあ、トラップミスとかドリブルミス、まあ、ちょっと疲れが出てきてるのかなっていう印象があったんで、
もっと早く変えるべきじゃないかなとは俺思ってたんですけど、81分にようやく、宮崎選手を入れて、で長谷川選手がボランチに下がったっていうところですよね。ここでようやくと。で88分にまた、今度はリラ選手に投入して、三平選手とリラ選手の2トップでアンカー石川選手の1枚っていう形になってね、まあ、ただ動くのがやっぱ遅すぎたかな。負けたとこのまま交代カードをちょっと切るのが今日遅かったのかなっていうね。まあ、ただ流れは良かっただけにやっぱ交代するのは難しい。俺も流れがいいと交代できないタイプだから、別に俺が監督やってるわけじゃないけどね。なんかゲームとかさ、 FIFA とかやっててそうなんだよね。なんかシュートまでいけてるのに決まらないっていうのは別にもう選手この状況に寄ってくるから、それ変えたところで逆に流れ悪くなっちゃうじゃんって思って変えれないっていう部分もあるけど、でも結局決まってないっていう結果論を見れば、決まってないんだから変えなきゃ、何かを変えなきゃだよねみたいなことはあるかもしれないよね。そういう迷いもあってか多分交代カードを切るのが遅かったっていうのと、まあ2トップにしたんだったらどんどんエリア内に入れるべきではあったのに、それをしなかったっていう、ちょっと久しぶりに俺個人としてはフラストレーションがたまる試合っていうのも、勝てそうなの、点取れそうなのに取れないから、これはすごいイライラするんだよね。あ、ボコボコにされりゃそれはすがすがしいというか、あ、まあしょうがないよねって思えるけど、ちょっとこれもうなんでっていうシーンがいっぱいあったから、なんで決まんねえんだよっていうね、そういうのってイライラするよね。俺あんまサッカー見てイライラってしないけども、そんな俺がね、久しぶりにちょっとストレス溜まる試合ではあった。まああとは宮崎選手が良かっただけに、やっぱり鳥海選手がもう65分ぐらいからキープできなくなってたのを見て、やっぱ交代するべきだったかなって。まあ宮崎選手も怪我明けだったからね、怪我する前はすごくコンディション良くて調子良くてね、鳥海選手からもスタメン奪ってというか、鳥海選手よりもファーストチョイスだったイメージがあったんだけど、やっぱ怪我明けっていうことでちょっと様子見だったのかな。鳥海選手も調子も良かっただけにね、前節もゴール奪ってるしねっていうのもあったけど、やっぱり結果論見るとやっぱり早く入れとけばよかったんじゃないかな。まあ俺はもう鳥海選手がちょっとミス目立ち始めた、2回ぐらい連続でした時にはもうこれ変えた方がいいとは俺思ったけどね。で、まあ相手のイメージはやっぱこのクオリティが高いよね。そりゃもう、でそれに加えて連携がこうなってきた時にもう絶対強い、当たり前だけどね、徳島なんてね、強いチームです。はい、もうそういう印象でしたね。で今日のピックアップに関してはもうムクドリの大群だよね。あの実況の方が何年もこう徳島ボルティスの試合をね実況してますけど、初めて見ましたとか言ってたけど、なんか俺名物かなんかなのかと思ってたもん。だってな、特に最初の触れなかったから、選手も特に気にしてる様子もなかったし、まあ気にしてる場合じゃねえけどな、試合中だから。だから普通なんだポカリスエットスタジアムって思ったら、意外と珍しかったみたいですね、ムクドリの大群ね。まあそんなところで、この試合のね、今日の1試合通じてのまあ解説というかは以上になります。はい、続いて個人の評価に行きたいと思うんですが、まずスタメンの評価はこちら。吉田監督5点。まあさっき言ったようにやっぱ交代枠を切る、交代カードを切るタイミングやっぱり遅すぎたかなと。もっと早めに宮崎選手を入れるべきだったし、やっぱりリラ選手、三成選手の2トップをもうちょっと早い時間帯にしていれば、もうちょっとゴール前にねボール放り込んで、荒木選手が後半いいクロス上げてただけに、ちょっともうちょっと早く動いてほしかったなと、いう感じですかね。で、あとは戦術面で言うとというか、まあ吉田監督本人も言ってたけど、まあ甲府の弱点っていうか課題としてる部分を突かれたっていうところだよね。やられてはいけないやられ方をしてしまったっていうね、ところでしたね。まあそれは吉田監督がいくら口で言っても体現するのは選手なんですけどね。で、キーパーですね、川田選手6。まあビッグプレーもなくミスもなくっていう感じでしたかね。でゴールに関してはうますぎたよね、シュートがね、巻いて蹴るのもそうだし、まあ1点目もまた明日、
股下のシュートなんかはね、いいキーパーだったらもしかしたら止めれたのかもしれないけど、いいキーパーっていうか、まあ、ワールドクラスのキーパーとか、まあ、ファーへ巻いて蹴るやつもね、ワールドクラスの体格と跳躍力反応があればもしかしたら届いたような、プレーなのかもしれないですけど、でも特にミスもなかったっていうところで、まあ、9大点かなっていうね、ところですかね。キーパーのせいだろっていうような失点でもなかったしね。まあただ全くのノーチャンスだったってわけじゃない、止めれたんじゃないかって思うと悔しさは多分川田選手は残ると思うけどね。で、関口選手ですね。関口選手は 6.5 前半だけのプレーになりましたけど、まあ積極的な攻撃参加でですね、まあ前半右サイドの深い位置でプレーはできてたんですけど、結局決定的な仕事はまあやりきれなかったというかできなかったのかなっていうね、評価になります。で、俺今気づいたけど、MVP か MVP 俺星つけてないな。今回ね、まあ、誰が MVP ってすごく難しいんだけど、7点、評価点7っていうのが多いから、まあただまあそうだな、荒木選手かな、評価点7の中で一番良かったのはね。ただこれもね、まあまた荒木選手のところになったら説明しますけども、ちょっと残念な部分はあったはあったけどね。で、続いて須貝選手ですね。須貝選手も 6.5 なんですけど、前半はかなりやっぱり粘り強い対人デュエルの部分と、まあ、あと攻撃参加がすごく良かったんですけど、後半はねちょっと、まあ、焦りと疲れからなのかちょっとミスが増えていったかなっていうところ。ただ前半のイメージが良かったんで 6.5 と9大点より1段階上っていう評価をつけさせていただきました。で、浦上選手6ですね。まあ、前半は全ての守備のタスクをしっかりこなしていたし、ロングフィードとか縦パスもね、いくつか入れていました。ただやっぱ後半は松貝選手同様ちょっとミスが多くなってきたのかなっていうところで、よりミスが目立っていたので6ね。で、マンシャ選手7。マンシャ選手はディフェンスのやっぱりレベルはやはり高いですね。 J2 でもトップレベルだと思います。 J1 でも全然やっていける多分能力あるよ。あの個人1対1の強さとか、もう空中戦の強さ、あとビルドアップのうまさ、まあまあさ、今ディフェンスの話してるけどね。ただやっぱりその縦パスが全く入れられなかったっていうところはあったよね。これはまあマーシャ選手だけの責任じゃないから、難しい部分であるけど、でも今日はちょっと縦パスなかなか入れられないかった、やっぱ難しかったのかなと。それでもディフェンスはしっかりできていたね、7ですね。で、MVP、先ほど MVP にさせていただいた荒木選手は7ですね。前半の守備はね、もう本当に失点シーン特にそうだけど中途半端だったし、ボールロストもすごく多かった。攻撃に関して失点シーン、まずきっかけ作ったのが荒木選手のパスミスといったら、まああれだけど合わなくてね、長谷川選手と奪われた瞬間、奪われたその時から始まっていたし、で、失点直結するシーンでもね、中途半端に FC の選手に行って自分のポジションを捨てていったところで行き切らずに、よし後ろ向いたからいいやって戻ろうとしたところ、そこの自分が捨てたポジションとのスペースを使われたっていうの最悪な、ずっと失点シーン絡んでたレベルの守備だったんだよね。ただ後半ね、やっぱ右に入ってからもう再三可能性あるクロス入れまくり、で1試合キーパス5本なんですよ今日荒木選手。一番多い、これ多分過去の試合見ても1試合でキーパス5本した選手っていないんじゃないかな。一番多かったのが多分俺の記憶で言うと4本多くても1人ね、1人が90分プレイして4本が一番多いんだけど、1試合で5本キーパスやるって相当だよ多分。だって現状ね、まあもうずっとデータまとめてる、まあ俺の個人のデータによるもんだから公式なもんと違うけど、一応ね、じゃあちょっと見てみよっか。荒木選手はキーパス今この試合除いて1シーズンで23本やってます。だから大体25本にするとしたら 5×25 ですよね。だから、5試合に1本キーパスするぐらいの確率ですよ。え？ 5×25、5、そうだよね。5試合に1個をやってれば 5×20、あ、違う、そういうことじゃない。5試合に5個か。あ、1試合に5個、1試合、違う。大体今まで、そう、26試合出てるから、
26試合今まで出てキーパス25本だ。ほぼ1試合に1本か。1試合に1本荒井選手出してるんだけど、今日1試合で5本出しちゃったよ。5試合分出したし、まあ、J2 でもトップクラスの長谷川選手、キーパスのねチャンスメイク1番の長谷川選手は48本出してます。31試合に出て48本で、そのうちのもう10分の1出しちゃったよね今日荒木選手も。だから5本ってめっちゃ多いのよ。だから本当にチャンスメイクめちゃめちゃしてたよね後半はね。だから後半だいぶ良かったから7になって、さらに MVP になったんだよね。失点に絡んでるのにここまでチャンスメイクをしてるわけだから、だってあと決める決めないはだってフォワードの力量になってくるんで、荒木選手はやることはやったと思います。後半はね本当にやっぱ悔やまれるのかとは前半なんだけど、でもそれでも俺 MVP 今日つけちゃったんで、失点に絡んでても、それを取り返すぐらいのプレーは全然できてたし、取り返す以上のプレーは俺はできてたと思う。重いけどね、失点に絡むっていうのはね。で、石川選手は6ですね。まあ、9大点。守備の強度はやっぱ強かったんですけど、ちょっと今日攻撃にあんまりうまく絡めてなかったかな。石川選手前にポジション取ってね、相手の最終ラインまで入り込んでっていうシーン多いですけど、ちょっと今日は、あんまり攻撃にうまく絡めてなかったかなと。で、松本選手 6.5 ですね。積極的な攻撃参加もすごくあったし、守備も激しくいっていたし、悪いシーンは全然なかったかなという印象です。で、鳥海選手も7ですね。まあ、鳥海選手は、荒木選手は逆に前半、全然同じか。荒木選手と同様、鳥海選手も前半ちょっと目立たなかった。まあ、そんな大きなミスがあったわけじゃないけどね。で、後半入りから、まあ、20分くらいですかね。まあ、受ける位置もすごく良くて、しかも、仕掛けもすごく良くて、で、シュートも積極的だったし。ただ、20分以降、後半20分以降なのかな、やっぱ65分過ぎからは、ちょっと、ボールロストも多かったし、っていうところかな。で、続いて、長谷川選手 6.5 ですね。まあ、シュートは、この試合、3本打ってね、すごく多かった。まあ、鳥海選手も3本ですけどね、多かったんですけど、まあ、ちょっと珍しく、キーパスが1本もなかったんですよね。周りを生かす、まあ、チャンスメイクする。まあ、その、キーパスの1個前とか、その、やっぱ、チャンスメイクの道中には絶対絡んではいるんだけど、でも、直接本人からのラストパス、キーパスで、シュートまで行ったっていうシーンがなくて、珍しくね。で、ただ下がってビルドアップに参加し、それがね、下がってビルドアップにした、ビルドアップに参加してたためか、やっぱ低い位置でプレイしてるためか、そういうシーンがちょっと多くなかったのかな、というところ。だからやっぱりどれだけ、まあ松本選手は松本選手でやっぱり非常にいいボランチですよ。積極的なミドルとか、激しいタック守備とかね。まああとロングフィード、ロングパスとかもあるしね。だけど、ビルドアップ、攻撃を組み立てるっていう意味ではやっぱり山田選手の方が、能力が上なのかなと。ミドルシュートの精度とかロングパスで言うと松本選手なのかもしれない。でもそこだけゲームメイクのとこだけ見ると山田選手なんだろうね。だからちょっとゲームメイク力が足りなくて長谷川選手が下がってゲームメイクをしていた、っていうことになってくるのかなと。だからなんなら松本選手シャドウ、長谷川選手ゲームメイクボランチの方がもしかしたら良かった説、わからんけどね。今思ったけど、ちょっとそれは長谷川選手がシャドウから下がったことによってうまくできたのかもわからんけど、そこはね。で、ジェトゥリオ選手6ですかね。まあ守備する姿勢はすごくいいなって思ったぐらいですかね。攻撃シュートもないしキーパスもないし何も他なかったんで、あ、ちゃんと前線から守備してくれるフォワードなんだぐらいの印象しか、ちょっとまあスピードあったかなっていうところもちょっと若干思ったけどね。で、ベンチですね。まあ、今回も三浦選手、三平選手しか評価点はつけれないですけどね。出場時間他短いんでね。三浦選手7ですね。いや、だいぶやっぱ、推進力高く、前にガンガン仕掛けてたんで、素晴らしかったよね。で、三平選手はね、まあ、裏を狙う姿勢、がすごく良かったし、エリア内での落ち着きだよね。もう、三平選手が入ってすぐのプレーでね。も良かったし、まあ、下がって受けるプレーも非常に良かった。まあ、どれを取っても良かったかな。ただ、やっぱ、決めきれなかったっていうところ、まあ、シュートも1本ありましたけども、まあ、6.5 かなというところですかね。はい、そんな感じで、個人評価の方は終わりたいと思います。
はい、ではエンディングですね、そろそろ終わりなんですけど、次回の対戦相手はこちら9月10日土曜日18時キックオフホームですね、大宮アルディージャ戦、まあ、大宮順位にしたとはいえどう考えても強いので、選手見ればね、簡単に勝てる相手じゃないと。てかもうマジでこっからもう連勝するしかないんでね、全部勝つしかないんで、もう本当にギリギリ、本当に首の皮一枚つながってるレベルですよね、っていうところですね。で、日程の方を見ていくと、これ天皇杯じゃない、J2 の第34節ですね、ここですね。まあ、そうね、上位陣、あ、新潟が負けてるんだ、あ、動いた、あ、仙台も負けてて、山形戦って、金沢、あ、ここも横浜 FC もちょっと、上2チームは勝利なかったんだね。まあでも上2チームはもう正直どうでもいいっすわ。岡山とか熊本に勝たれたら困るんだけど、勝たれてるというところで、順位を見ていくと、そうだね、岡山、仙台、熊本、大分、甲府が13位、42なんで、6位、大分52と勝ち点がね、10ポイント差。ですね。ただこれ1個下のビファーレンが2試合少なくて50なわけよ。つまりここが西の2試合が2連勝すれば56になるわけでしょ、勝ち点だから4位になるわけよ。でこれが順位がポッポッと下に1個ずつ下がるから、現状54なのかもしれない。ポイント、ロアッソ熊本が6位でビファーレンが4位に入った場合の話ね。ここでビファーレンが別に2連敗すればこう10ポイント差のまま変わらんけど、2連勝すること前提の話をすると、甲府は12ポイント差熊本とになるので、12ポイント差になるので、もうだから残り8試合全勝するしかないよ。ここのね、ただね、圧倒的に勝ってるわけでもないんで、このやっぱり3位から6位っていうのもね、やっぱこうやってつまずくシーンもあるし、仙台なんか今4連敗してますしね。だから圧倒的にずっと勝ち続けてるわけでもないので、足踏みする可能性を考えると、甲府は勝ち続ければまだチャンスはないことはないですよね。で、ただ12ポイント差ってなると、3、4、12、本当8試合分のうちの半分、4連勝して、どこかが4、あ、だから熊本から下が4敗しなきゃいけないので、まああんまりねないとは思いますけど、ないとは思うけど、でも全く可能性ないともないからね。まあ可能性がある限りね、応援しつ可能性別になくなっても応援し続けるけどね、別にね。はい、ちゅうことで、また次回大宮戦、これねちょっと俺予定あるんで、土曜日も見れないし、日曜日もまあ帰ってきても見れないかな、月曜日に見るって感じになっちゃうと思うんで、まあだからこうちょっとまあ出先でちょっと見ることはできるけど、解説する動画上げるってなると多分火曜か水曜ぐらいになっちゃうと思いますので、またその辺よろしくお願いします。まあその前にまず天皇杯ね、天皇杯がありますので、そこも福岡に勝って準優勝じゃねえ、準決勝ベスト4行きましょう、っていうか何ならもう優勝目指しちゃいましょうよっていう、ここ勝てば甲府史上初になるのかな、頑張ってほしいなと思っております。それではまた次回お会いいたしましょう。ほじゃあちゃよ。